こんにちは、ヴィンセントです。今回は久しぶりにね、ランダンを上げていきたいなと思います。そろそろね、もう落ちこなしバッジが本当に欲しくって、今回は全力でね、ベロンハイをやっていきたいと思います。で、割とね、簡単にパズル下手な、ヴィンセントでも18万点超えを取れたので、まあ、パズルね、上手な人はもっと高得点を狙える編成になってるんじゃないかなと思います。では、まずはヒムですね。ヒムの採用ポイントは操作時間15秒固定がね結構扱いやすくって、でさらにコンボ加算とかもないので、今回のランダンにね結構噛み合うんじゃないかなと思います。で武器は白石、テニスの王子様の白石ですね。光のたこ焼きだったりウェイというところで、まあ落ち込んとかね加点をね狙いに行くって感じですね。で、まあ、L 字がついているところも優秀ですね。はい、で仮面ライダーファイズ、今回のランダーはねこのキャラクターが結構人権クラスに強いですよね。3階層で非常に噛み合うスキルなので採用してます。で武器は、ジョジョの、降臨だったっけ、ホワイトスネーク、エンリコプッチですね。木のたこ焼きだったり闇のたこ焼きがついているので採用してます。で電王は、ガドブレだったり4色強化いっぱいで火力もね非常に出るので採用してます。で武器は火の雷神ですね。ボス戦でこのスキルを使って倒していきます。でレイは貴族性持ってるっていうのと火力も出たりするし L 字も持ってるしみたいな感じで採用しました。で武器は帯番ですね。1階層で落ち込んなしを上書きするという役目ですね。でアンクルホーンは大の大冒険だったかな、まあコロシアムみたいなところで取れるやつですね。これはウェイがあったりとか火のたこ焼きと、水のたこ焼きがあるので採用しました。で武器は水着チェスターですね。普通のチェスターでも OK ですね。 10% 減少っていうスキルが、なるべくね理想だと思います。でフレンドの昨夜は、まあ、スキブも多いし火力も出るし、でラフィーネをつけてあげることによってガドブレで、火力を、ね、ボス戦でもしっかり出すことができるという感じになりますね。で枚数もね攻撃枚数もなるべく少ない方がいいっていうところも昨夜はね噛み合うので、非常に強いリーダーだと思います。ではやっていきたいと思います。はい、ではまず1階層です。1階層はね落ち込んなしが3ターンの間来るので、ここで帯腕を使って上書きしていきます。で1ターンの間落ち込んなしっていうスキルは結構あるんですけど、なるべくね無駄がない方がいいので、まあそのランダムで入れ替えるドロップ入れ替えるみたいなの結構多いんですけど、なるべくそういうのはね避けた方がいいと思います。はい、で2階層3階層はとにかく落ち込んを祈る感じなんですけど、1階層と4階層はなるべく早くいっぱい組むというところですね。で2階層だけはルートパズルなので、もうこれはねもう完全覚えてやるしかないですね。これちょっとねミスりましたけど、はい、まあ、こんな感じで、まあ、確実に組んでいきます。でここねもっと呼び込めるとよかったんですけど、ちょっと弱かったですね。あと何コンボか欲しかったですね。で最終的にはどうなんでしょうね。18万2、3000点ぐらいがボーダーになってくるのかなと個人的には思ってます。まあもうちょっとね やらなきゃなとは思ってますね。はい、で3階層はねこんな感じで弱化だったりとか、攻撃激減だったり吸収と、もう完全にファイズを使ってくれっていうね、もう運営のメッセージを強く感じますね。でここ結構いい感じで乗ってたんですよね。なので、まあ、L 字だったりとかね、はい、まあ落ち込んはねどんなのが乗ってくるかわからないので、いろいろ L 字だったり十字だったり無効貫通、まあ無効貫通は落ちてこないかもしれないですけど、まあいろいろねつけてた方が、まあ理想というか加点が落ちてきた時は美味しいですよね。で最後、火の雷神打って、で、ハートも確実に含みながら全力で殴っていきます。はい、まあ見てもらうと分かる通り、まあパズルね決して上手ではないんですけど、一応これぐらいで組んでもらうと18万点は超えるという感じですね。なのでこれぐらいプラスもうちょっと落ち込んが乗ったりとか、もうちょっとパズルを早くやってもらうと、一応今回で18万700点だったかなぐらいなので、もうちょっとね全然狙えると思うので、まあ自分もねもっとやっていこうとは思ってます。
皆さんも、ぜひね、オカ目指してみてください。ではご視聴ありがとうございました。